こんばんは。こんばんは。明日明後日の握手会行く、よろしく。あ、ぜひ。明日はボードメッセですね。明日の握手会が楽しみです。嬉しい。iPhone15 にしたら画質が良くなった。あ、本当に？ハロウィン公演当たったわ。おめでとうございます。すごい、なんか大きいクマが、大きいクマが、ハロウィンかな。あ、これタワーなの？ありがとう。なんか今日私肌黒くない？気のせい。ありがとう。今日なんかメイクがあんまりしてないんですよ。黒いと思ってた。最悪。ちょっと最悪じゃないそれ。今日あみちゃんの肌黒いなって思ってたってこと。なんか照明もね、なんか調子がもうダメで、今もうあの手持ちのものしかなくて、やっぱ黒いよね肌。なんか今日なんけど、あのあんまりメイクしない。言い訳それ。あんましてない。だって何したかな今日メイク。なんか黒いよね。なんかどうしたんだろう。メイクが薄いからってことにしとこう。いや、ジグロンなわけない。なんだろうね今日。メイク薄いからかな。いや絶対照明だわ。照明がおかしい。あれしたらいいんじゃない。あのさ、ショールームのさあれで肌が白くなるのがある。えけどこれでさ一気に私の肌白くなったら恥ずかしいよね。ちょっとやってみていい？ちょっと今一気に100にしたら恥ずかしくなっちゃう私が今。あ、白白、あ、白い白い。こんぐらいにしとこう、恥ずかしいから。白くなりましたね。ちょっと今肌白くする加工をつけさせていただきました。白くなりました。決してあの血が色黒ってわけじゃないです。あのメイクしなかったらそういうわけじゃないんで、ちょっと誤解だけは。私割と人より白い方だと思ってるんですけど、うん、人より白い方だと豪語してます。
ゃあなんか安心するわ。ファンデ塗ってないからかな。ありそう。もうねベースメイクをね ここしかしてないのよ今日。もうここしか。だからだろうね、多分多少トーンアップされてるんだろうねメイクで。ゆずぽより黒い、それはない。ゆずよりは白いですそれはないってけど今日は本当はちょっと外出てお散歩してぐらいだったから、あやかぴょんに会えた。あ、会いました。今日ん、あやかぴょんに会えたってコメントあった。あれ、あやかぴょんって文字が見えただけ。あ、ゆずぽに会えたと、あやかぴょんよりも白いが並んでたからあやかぴょんに会えたかと思った。あやかぴょん会いました。今日ゆずぽにも会えました。みおまるよりは白いかな。うん、白いと思う。野村もね、なんか日に日にね白くなってる気がする。でもあっちの方が白いかな。基礎化粧品って何使ってる。基礎化粧品って何ですか。あ、化粧水とか下地系とかってことかな。私こんなに美容詳しい感じ出しといて、なんかその用語とか全然わかんないね。あ、化粧水、化粧水はね、あのね、ほんとあのそこら辺に売ってるやつ使ってますよ。ね、あのすごい青いやつすごい青いやつ。一時期さ、あのデパコスのその化粧水と中身が成分がすごい似てるみたいなバズってたあのやつ、肌白くなるやつです。マリンちゃんより白い。いや、マリンの方がね、なんか透き通った白さしてる。負けるね、あの白さは。なんだっけ、ね、そこら辺にあると思うんだけど。あ、白潤だ、白潤、白潤ですのやつ。チームコンサートなくして予約して、お、いいコメントくれましたね。こんな私の手元にはピントが合わない。どうしたら合うんですか、これは。どうしたら合うんですかね、これは。合いませんね。缶バッジなら合うかな。え、私の顔がダメなの。今日ね、あのね、キラが可愛いの。キラなんて言ったらいいの、レアみたいな。で、この衣装でグッズになるから、ちょっとこのポーズをしたいと思って。ほら、可愛くない？キラキラが可愛いの。ちょっとこれランダムだから、あの私のファンの人の手元にどれだけこのキラキラが手元に渡るかわからないですけど、すごい可愛い、お気に入り、自分の中で。けどその顔面は一緒ですね、アクスタと。こちら、あれ、ランダムだっけ。缶バッジ、タオルは手元にある。あ、タオルね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。
タオルもあります。今日もらってカバンの中に放り込んじゃった。ちょっと片手で開けますね。あ、タオルの生地でしょ、みんな気になってんの。緑。島。暗。これな、あ、なんかいい素材かもしんない。あ、なんかね、いい素材かも。なんか、え、伝わるかなこれ。いい素材かも。柔らかい。あ、すごい大きいよ。どうしたら伝わるの？この長さ、長さ、血の足ぐらいですとか言ったらわかる？足より長い、私の血の足より長いです。アミちゃんの足はこれより短いのかって思われる。こんなタオル届いたら。すごい柔らかい。なんかもこもこ、すごいけど、なんかここ最近のタオルで一番柔らかい気がする。どうだろう、気のせい？あ、タオルに生地書いて。あ、そういうこと？どういうこと？あ、好きかも。私これあの、あ、何もタグついてなかったです。柔らかいです。全然あの洗面にかかってる感じ。いや、洗面にかかってる感じって言ったら違うか。けどそのグッズのタオル、このこっちとこっちで生地が違うタイプです。あ、今もまめきた。家のやつはさ、なんかどっちも同じ触り心地じゃん、裏表。それ人の家によって違うか。タグついてないですね。これなんて言ったらいいんだろう。これ なんですかこれは。洗濯の仕方もね、ついてない。普通に洗っていいやつじゃないかな。乾燥機はかけられそう。私ほんと洗濯機かけられないに等しくて、最近やっとちょっとかけれてるんです。あ、氷枕に巻くと冷たさ感じない。あー、氷枕に巻くの良さそう。ちょうどいい分厚さ。リップどこの？リップはね、リップはどこだ？あ、これロモアンドの。ペオニーズ。あ、違う。ピオニーズ。ピオニーズ。
9番めっちゃ急にコラボ歌っちゃった。ピオニーズです。これにリカちゃんがくれた、これ塗ってから真ん中にリカちゃんがくれたクラランスのね6番を塗ってます。けど最近はその上からまたプルプルにさせたくて、コンサートとかずっと塗ってたかな。ティルティルのリップグロスを塗ってます。デパコスはあんま使わない。あ、デパコス使うよ。なんか基本デパコス使うのはベースはデパコスで揃えてるかな。その他は何でも大丈夫な気がして。いやベースはね、ほんとね、多分いいもの使えば使うほど綺麗だし崩れないしいいなと思って、そこだけかな。もうすぐリカちゃんの誕生日、あ、本当だ、祝わなきゃ。耳かわいいってコメント来た。美意識とか、やったけどほんと急に出会って可愛かったら買っちゃうかも。そのリップとかマスカラとかアイシャドウとかアイラインとかベース以外。あ、カラコンとかもか。なんかほんとね、一生見ちゃうんですよ、お店とかで。ずっとリップ見て、うわーこれも可愛い、いや今日もだったの、あーこの色も、あーこの色も、この色もって言って、やっぱやめたって、今のが可愛いって言って優柔不断。何色系が好きなの？うちはね、基本ピンク、青みピンク、なんか明るいピンクが好きかな。こういうこだわりが強い B 型。そうですね、正解。ほら可愛くない？この色、こういう色が大大大好き。大大大好き。無限にあるこの類の色が。今これつけてます。同じようなの買っちゃうのもね悩みなんだよね。だから我慢してる。買ったこの前買った。そう、赤系もね、だこれがね、その今真ん中に重ねてるのがねちょっと赤っぽいチェリーみたいな色でね、グラデーションにしてる。オレンジ系は本当昔使ってたかな、使ってなかったかな。アイシャドウはオレンジ系使わせたけど似合わなくてやめましたオレンジ。あ、そう、この前キラスキのセンターをして
緊張しました。アンダーでキラキラキラ好き。楽しかった。アーカイブで見たよ。ありがとう。急遽、あ、そうです、急遽でした。夜中かな、夜中と朝、当日の朝覚えました。いや本当前日ね、すごい本当夜遅くまでお仕事してたから、その後かな連絡来たの。それで帰りだったかな、来て。おーちゃんの衣装とかめっちゃ細い。いや本当に私それだけが心配で、いや覚えれるは覚えれるけど衣装入るかなって言って、もうバックバックで劇場向かって、でその衣装合わせみたいなした時に入って、ふーって入ったーと思って、本当に心配だった。本当岡さん細いから、怖かった。しかも新公演期間なんて全員がもうレッスン、連日のレッスンで普段より痩せてる状態なんですよ、多分初日迎える時って。なんかそのサイズでサイズ合わせされた衣装だから、まあ細いんですよ絶対と思って、めっちゃビビりながら熊さんの衣装入りますか？うん、入ると思うけど、なんかの衣装けど熊さんもめっちゃ細い、ウエスト超細い。で、私もお腹にうって力入れていや誰か超絶細かった、あったんだよ。何の衣装だったかな、もう卒業された方だった気がするんだけど、衣装さんによく褒められるのは、私はどの衣装でもなんだろう、あんまり直しとかなしでぴったりで入るから素敵って褒められる。こう大きい衣装でもちっちゃい衣装でもどっちでもいけるから、標準。あと2分、あ、そんな時間、そう標準なのかも。でそう、昔のメンバーの衣装とかほんと全部細いから、そうだから一番ちっちゃいサイズとか当て込まれるかも。私いつも頑張ってってウエストサイズ、リンゴ何個分ですか？リンゴ2つです。そう、10時までなんです。だからありがとうございました。あと半年か、11時あとちょっとの辛抱ですね。ね、くまさんのタワーもありがとうございます。ありがとうございました。明日ボートメッセで会う方は
楽しみにしてます。バイバーイ、おやすみなさい。